ブルームバーグのデータによると2019年に大陸の銀行に対する信用供与契約の債務不履行規模は1418億8000万元と過去最高を記録し今年に入ってこれまで債務不履行額は697億元に達した一方、大陸の信用供与額は来年末までに10兆元近くに達し 全体の未返済額の30%を占めることになる。香港に駐在するアンダース資産管理総経理のブロックシルバーズ氏によると、今年は大陸債のディフォルトが新たな記録となることは間違いないとし、少なくとも来年上半期まではこの傾向を緩和するのは難しいという。 さらに大陸経済は依然として弱く大量の債務がまもなく満期を迎える政府は支援する能力も意欲もなくどの程度まで悪化するかは大陸経済と米中関係などの要因に左右される。 大陸の連合指針評価有限会社は8月22日に発表した2020年下半期の我が国債券市場信用リスクの見通しによると今年下半期の大陸債券市場での主要な信用債の返済総額は5兆4900億円で上半期の4兆4100億円を上回った 主要格付け会社の一つである連合指針評価有限会社は業種ごとの格付け基準も公表した地域別では北京、上海、広東、府訴省山東省は債権満期が大きく債務の返済を迫られているうち北京は債権の満期が1兆を超え上海と広東はいずれも6000億を超えている。 河北、重慶・河南省の再建の満期規模は前月比50%以上増加し同年同月比20%以上増加した。